ですが、さくらさんと水瀬さんはこのラジオ以前からお互い知り合ってたのですか？お、お知り合いの話。ちょっと何、慣れ初めの話しちゃう？しちゃいます。慣れ初めの話しちゃう。あれは10年前。あ、それ私が8歳の頃。乗っかっちゃった。つい乗っかっちゃう。つい乗っかっちゃう。そう、でも、何から話せばいいの？何から話せばいい？でも、初めて会ったのは、現場。現場だね。現場だった。私もともとその時なんかアヤネルに言ってたんだよね。アヤネルのラジオ聞いてるって話を。そうだよ、忘れてて。この間宇宙さんの現場で、そういえばなんか聞いてるって言ってくれてたよね、初めて会った時って。そうだよ、私言ってたんだと思って、だいぶなんか恥ずかしい子だなと思って。言ってた、ね、なんかミハーなんだよ私まだ基本。だから現場で会う人会う人に、見てますとか、結構やってしまうとか、まあ言えなくても心で思って、ウキウキしちゃう人だから、そういう感覚でちょっとアヤネルを見てた時期があった。時期があった。なんか、あの人、私の見てるラジオでパーソナリティしてる、さくらあやねさんだ、みたいな。そんな時期が私にもありました。ありました。過去形ね。過去形ね。いいよ。いいんだよ。それだけ今は距離が縮まったってことなんです。お、うまい。さすが。うまい。我ながらね。そうだったね。最初そう。あのね、駅のホームでそれ言われたんだよ。あ、そうなんだ。めっちゃ恥ずかしいね。言われたよ。すいません。あそこの駅で。言われて、で、わー、マジかと思って、超恥ずかしくなったけど、その場でメアド交換したんだっけな。してたね。私、業界入って、この業界入ってメアド交換した同年代の方って、多分初めてだったかもしれない。あ、本当に？あ、そうだった。割と自分からいけない人なの、私、交換しましょうって。なんか、あれ、どっちからだったんだろう、ね、いや、絶対アネルから言ってくれた。でも私、あんまり言わないよ。え、嘘？うん。なんだろう、じゃあ、無言？無言でなんか、無言で差し出した。なんか、スッつって。どういう関係やってたのかもしれないね。そっか。そう。で、その後ね、ちょこちょこ共演があったりとか、ね、がっつりメインキャストとして共演してる作品もあったし。そこででも深く話すようになったかな。そうだね。うん、私はでもね、相当ね、楽なんですよ、猪之助と一緒にいるのが。本当？私もなんか、いつもなんか友達と喋ってるから。あ、そうそうそう。わかるわかる。気使わない。いい意味でね。いい意味でだよ。気使わず。気使わない。でもなんかちゃんとお仕事の時はお仕事な一面も出しつつ、でもなんか、そんな自然体いつも。そうだね。割と楽です。楽です。一緒に。いつもなんか楽屋でトークしてる感じ。あ、そうね。ラジオとかも。そうね。ゆるいね。ゆるい。もうちょっとひどいけどね、楽屋ね。あ、確かにね。もうちょっと弾けてる。弾けてる。弾け気味かな。弾け気味だけど、まあまあ、そういう面もね、いずれ。見せてたり見せてなかったり、見せていかなかったりすればいいんじゃないかな。見せていかないんだね。いかないようにしよう。はい、もふもふね。そう、もふもふしなきゃいけないから。そうそう、あんまり大声とか出さない。あ、癒しいな。もうそう、癒しい番組にしてやばい、今ちょっと伸ばしすぎて。そうだね。ちょうだいちょうだいな精神。そうね、ちょっと貪欲に行こう。貪欲大事ね。